こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナーニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、うん、経済とかね、紛争とか、うん、まあ他そういうものに関してはですね、コロナウイルスのインパクトがやっぱり大きすぎて焦点が当たってないので、うんうん、こちらの方で取り上げたいと思います、はい、まずですね、中国人民銀行、まあ、中央銀行ですね、うん、が発表しました中国の3月末の外貨準備高がですね、3兆606億3300万ドルっていうことで、うん、まあ、先月の末からですね460億8500万ドルの減少ということで、5兆円弱減少したってことですね、うんうん、で2ヶ月連続の減少になってます、うん、まあ、もちろんですねコロナの影響でこうなってるっていうふうに説明されてますっていうことですね、うんうん、結構まあだから、うん、まあ、ただ事ではないよね、はいはい、外貨準備高っていうのはドルとかで置いててさ、いろいろ対外取引とか輸入輸出とか国際的な決済に使われるもんですよね、うん、そういうものが、まあ、減っているということで、はい、まあ、やばい状態にどんどん近づいていっているというふうに言えると思いますね、うん、次です。ドイツです。ほう、ドイツはですね、ドイツの経済研究所があるんですけれども、うん、新コロナウイルスの封鎖措置によってドイツの GDP がなんとですね、第2四半期には前期比で 9.8% 減ということで、 GDP 国の力が 10% 稼ぐ力が 10% 約 10% 減った、うん、減るっていう見通しになりまして、もうすごいことよこれ。ドイツもそもそもやばいからね、うんうんうん、でこれがですね、どんな程度かっていうとですね、はい、2009年の第一四半期の落ち込み、金融危機ですよね、リーマンショックの時、ね、リーマンショックの時、うん、それを2倍以上上回ってます。お、うん、で1970年のこの統計取り始めた時からもう最高の最大の下落になるっていうことですね、うんうんうん、なんかこの経済危機っていうのはもうすでにですね、うん、今はまだ株とかね一回持ち直して、でアメリカ株とか日本株とかもね持ち直してってなってますけども、ヨーロッパの方では、まあ、とりあえずドイツではね、かなり僕たちが思っているよ以上に深刻なようですね、はい、うん、ちょっと備える必要があるかなというふうに思いますね、うんうん、まあ、ドイツ銀行というものもまたその問題を再燃してくると思いますし、はい、うん、まあ、要注意ですね、ドイツに関しては、うんうんうん、まあ、メルケルさんの使命はもうドイツ銀行を片付けることが最大の使命だからこそ今首相やってるんでね、うん、与党の党首でもないじゃないですか。うまいね、うん、ずっと残ってはるもんね、辞めるで言うてから、うんうん、与党の党首から外され、でもドイツ銀行とまあ蜜月の関係だから最後接近を持ってやれよっていうことで今一応まだ首相続けてる感じなので、うん、まあ、最後勝利してなんとかしてうまいこと、うん、ソフトランディングさせるのが目的なのかな、最後の使命ですね、うん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 、そっかそっか、うん、メッセンジャーの WhatsApp です、はい、うん、コロナに関するそのデマの 拡散を防ぐためにですね、メッセージの転送を制限する措置を導入しました、お、うん、導入するって発表しました。で5回よりも多く転送されているメッセージを受信した場合ですね、そのメッセージは一度に一つのチャットでしかチャットにしか転送できない、うん、うん、らしいです。つまりリツイートが限られてるみたいな感じかな、ツイッターで言うと、うん、ものすごいいい情報も制限されてしまうよねって思うんですけれども、そういうのが目的じゃないの？いやデマを拡散させないことが目的だよそういう点もちなみに LINE もですね、 LINE 公式、 LINE とか LINE 公式に移動しますけど、 LINE 公式とかコロナウイルスのこと言いすぎるときすぐバンされるみたいですよ。あ、そうですか。僕たちもちょっと気をつけましょうか、うんうん、今もうコロナ芸人みたいになってますからね、笑えない芸人、コロナ芸人なってますから
ちょっとでも元こんだけでも視聴回数があるって方求めてくれてる人もいるってことですから、いやそうです、ね、そういう情報がないですから、まあ、まとまっ、うん、あるけどまとまってるサイトあんまないから、そうですね、僕らの場合は そんな悪いこと言ってないと思うんやけどね、うん、なんかみんなグッドお願いします、ね、で僕らは全然偽情報流してないし、ちゃんと全ての情報、基本的にこういうセリア、うん、あのこの子が聞いたとかどっかの大学の研究結果出してるんで問題ないですけど、うん、言ったらあかんこともいっぱいやってます、ああそうね、世界の裏話だからあかんよさっきの中国の話もここなんで読まへんかったんかなと僕いっぱい思ってることいっぱいあるんですけど、あそうですね、うん、そういうこともあります、あの台本には書いてるけど読まないあって思って読んでないこともあります、はい、まあ、とりあえずだから世界、まあ、情報統制とも言わなくてもちょっと厳しくなってきてる感じはありますよね、うん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 、って感じで、そうですね、うん、次、はい、今ビデオ会議アプリ Zoom っていうのが流行ってますよね、日本でもね、あれがセキュリティ上の問題が発生したことで台湾政府とかがですね、うん、Zoom の安全性に懸念がある、はい、そういう製品の利用をやめるように各機関に通知しました、アメリカとかもそうじゃなかったかな、うん、そうですね、うん、で国防部教育部 Zoom の全面的な禁止を発表しました、禁止ですね、うん、日本は、まあ、こういうのはちょっと遅いですよね、対応はね、うん、あ、はい、飲み会やるとか言ってやったりしてますらしいですね、うんうんうん、まあ、会議もしてはる方多いと思うんですけれども、テレワークになって、うんうん、これ何がやばいかっていうと、データを中国に送信するなどのセキュリティ上の懸念が指摘されているらしいです、お、うん、しかもなんか Zoom はこういうセキュリティのシステムを使ってますよって公に書いたやつが全く嘘だったとかね、うん、へー、ザルなみたいな、そうですね、うん、でこの Zoom ビデオコミュニケーションズ社の株主はですね、うん、訴えたそうです、証券詐欺で提訴しましたってことですね、この会社自体を、 Zoom の株主が Zoom の会社を訴えたってこと、そうそうそう、あセキュリティが、セキュリティがザルだからっていうことかな、うんうんうん、なるほどなるほど、でですね、例えばどんなことが起こったかっていうと、シンガポールの教育省の、言ってはることは、うん、中学生がですね、在宅学習で Zoom の利用してたんですけれども、うん、授業中にですね、いきなり卑猥な画像が表示されると、まあ、つまりハッキングですよね、はいはいはい、うん、で、まあ、開発会社とセキュリティの改善に取り組みますということですけれども、こういうふうに、まあ、めっちゃハッキングされやすいっていうようなことが分かってきまして、うん、このニュースは聞くと中学生喜んでそうですけどね、いや、あの女子生徒に変な白人のおっさんがなんか話しかけたとかもあるみたいな、そんなもできるんですか、なんかあるみたい、うん、話しかけたんかな、分からへんけど、じゃあ結構もうめちゃくちゃセキュリティはやばいってことですね、もうザルっていうことですね、み、うん、たいよ、うん、ということで、まあ、Zoom 使っておられる方はちょっと気をつけた方がいいのかもしれないですね、ちょっと、まあ、各自調べてですね、安全と思ったら使ったらいいと思いますっていう感じですね、じゃあ Zoom で YouTube ができない話になる、うん、やめ、えどういうこと、 Zoom で、うん、みんなで、うん、来てる人来てもらって YouTube で言えない話をやるっていう、 Zoom で、うーん、あのね多分ね落ちると思う中国にまずデータ行くから、うんうん、バーンって落ちると思う、 Zoom は中国の会社なの、中国にあの資本があるの、あらみたいですよ、うん、うんうん、セキュリティキーとかが中国に行くって言われてますよ、まずね、次です、はい、韓国金融監督院がですね、うん、外国人による韓国株の売り越し規模が3月だけでなんと13兆4500億ウォンというふうに発表しました、はい、まあ、大体ですね、うん、この13兆4500ウォンというのは 1.2 兆円ぐらいっていうのが、まあ、3月だけで売り越されてるってことですね、うんうん、まあ、韓国の方って日本よりかなり投資気質みたいで、うんうん、手軽に株買えるようになってるみたいなんで、うん、ちょっとやばいなというような感じですね、個人がね、うんうん、というのもこの韓国の方が株に投資してるのって結構その借金が多いみたいなんですよ、カードで買えたりとか、お、借金して株を買ってるんや、うんうん、へえ、その日本でも結構レバレッジかけたりするのあれ借金ですけれども、うんうん、あのやってる人多いじゃないですか、うんうん、ああいう感じが多いみたいですね、うん、だからまあ、売り崩されて食われたらやばいですよね、韓国の、まあ、一般庶民が
ますますやばくなってしまうというふうなことも見えてきたよっていう感じですね。はい、はい、今回はですねちょっと期間が短かったんで、うん、経済的なことも少なかったんですけど、こんな感じで終わらせていただきたいと思います。はい、はい、というわけで今後もですねコロナウイルスだけじゃなくていろんな経済に関わるニュースってもちろんずっと続いているわけですから、うん、そちらの方にも焦点あって、ね、いろんな角度からいろんなニュースを届けていこうと思いますので、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録の方お願いいたします。メルマガも登録お願いします。コードを開いてもらえた方はぜひいいねボタンを押していただけると嬉しいです。ご覧のやる気もつながっていきます。あと動画説明欄の方にこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。それでは僕入院中、まあスマホとかもちろん見てたんですけど、点滴打ってる間って、まあ、あんまり手動かされないんで、そうですね、ずっとテレビ見てたんですよ、うんうん、だから久しぶり何十年ぶりかっちゅうはずっとテレビ見てたんですけど、で点滴時間がたまたま夕方とかも多かったんで、あのワイドショーとかニュース番組とか見てたんですけど、コメンテーターのコメントってすっごいぬるいですよね。ぬるい僕あんまり見ないんで分かんないですけど、すごい当たり障れないこと言うねんなと思って、逆にあんなんがいいねんなと思いました。いけるんやな世間的には。でもたまにとんがったこと言ってる方がおられて、うん、でそういう方ネットでやっぱり話題になりますよね、うんうんうん、僕はそっちのあこういう人いるんだなとか、こういう大学教授があの、うん、これ絶対感染爆発してるよっていうような話とかそういう人は大体1回呼ばれて二度と呼ばれない。そういう人は本物のこと言ってるんでしょう。そうなんですよね、うん、そういう人に注目ですね。地上波見るんだったらね、らぜひねこれ見てるプロデューサーの方、僕とナイフさんを呼んでいただければ、もう一瞬で番組が炎上するようなコメントをいっぱいしますんで、いやいやお待ちしております。お待ちしております。いやいやいや、もう二度と使ってこられるって言ったらあかん話いっぱいします。あかんあかん地上波でやります。あのボケましょうでちょっと面白いこと考えておきますゆうちゃんは？私はテレビ見ときます。安全なところ。おじいちゃんとおばあちゃんと一緒に見ときます。画面の向こう側だよ。